少しそれた話ですが、外付けのファインダーのブライトフレームのものと、うん、マスクで焦点距離のみ囲われているもの、皆さんの好みなど聞きたいです。あ、つまりこうブライトこう全体の中にブライトフレームが浮いてるやつと、あとそのままのやつか、フレームが見えてる場合と、うん、つまりミラーレスや一眼レフカメラとこのライカのブライトフレームどっちが好きですかってことですね。ああ、もう断然ブライトフレーム。ああ、その頃は見れるからな。こう狭いとこから覗いてんじゃなくて、全体の中にただこう浮いてるから、うん、ちょっと見たの、うん、これね癖になるんですよ。本当だ。本当だ。うん、確かに。ああ、なるほど。でもこれもあのそれ何って言ってこれ渡して両目で見てもらって、うん、えって人は一人もいないですよ。みんなおーってなりますもん、うん、本当にこれ等倍なんだね。そうですね、同時なんだね。それはこれはそうです。50mm、あ、初めてなんか、うん、で一つ萩沼さんに昔から聞きたかったんですけど、うんうんうん、でもこうの時と、うん、こうの時と、うん、この時で、うん、変わっちゃうじゃないですか。変わる変わる。どうされてるんですか、その時。別にどうでもいいですなるほどね、うん、あ、そこはもう誤差として見てる。そう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 、なんとなくそこ、あ、うん、なんかねこの時が一番合ってる気がするんですよ。あ、うん、それはやっぱり近いからですね、うんうんうん、あ、そこはもうファジーであると、うん、なんだかファジーでしょこんな感じ、まあ、こっちもファジーです、正直。っていうかレンズによりますしね、うん、でなんつうんだろうな、うん、性能的にそんな良くないでしょ。まあ、あの思った通りに撮れてることはないですね。だからなんて思ったものは映るんだけど、思った通りには撮れないじゃん。あ、だそもそもその外側はそんなに気にしてない、うん、という感じ。なるほどね、なるほどね。でも先ほどのあのもう売れちゃったでしょう、あのビオゴンのように、うん、あのここで撮ってるんだけど周りも映ってるっていいですね。あ、いい、あ、それがお答えになるかどうか、うん、連投を失礼します。広角を持ち出すのにやや苦手意識を感じています、うんうん、なるほど、うん、35や50だと何となく心地よく撮れる気がしているのですが、うん、21、28になると散漫になりがちな気がして、うん、なるほど、うん、腕の問題でしょうか、うん、広角への向き合い方、練習の仕方などありますか。いい質問ですね、うん、僕も全く同じこと思います。あ、じゃあエルマ21を持ち歩いていい写真が撮れる気はしないだからそれはね、21はついてると思って撮ってるからですよ。また名言出ましたよ。うん、はいはいはい、うん。その中の 50mm を撮ってる。そうそう、で、その中の 50mm じゃなくて、うん、そこの距離を撮ってるんだから、うん、関係ないでしょ。うん、ね、有効画素数は変わるよ。うん、有効画素数は変わりますよ。カリミングするんだから。うん、だけどそれはそれ言い出しちゃったら、じゃあっていう話になっちゃうんで。そしたらもうセミフォーマットっていうか、ね、ミディアムフォーマットっていうか、うん、でかいフォーマットを持ち歩くしかないじゃないって話になるんで、これは皆さん名言出ましたよ。あ、でもこのね、うん、21、28ってこのまあ画角のパースの問題が、この方は処理ができない、はい、つまりそれをフルで扱おうとするときにどう収めたらいいか分からない、うん、っていうことですかね。いやだ、21で撮りたいんだったら21だけど、うん、何を持ってく、いや何持ってっていいか分かんないな、だったら21連れて持ってけばっていうぐらいの話。あ、うん、それ映ってるわけですからね。映ってる映ってる、うんうん、ただ見るとちっちゃい、うんね、ちっちゃくなってるけど、うん、でもそれを拡大すればいいだけだから、うん、またこういう乱暴な話をするといけないのでも面白いですね。いや、例えばですね、うん、あの21ミリを持って撮るんですが、うんうん、頭の中では、うん、なんとなく今自分は28ミリぐらいで画角を探っているっていうふうに撮るっていうのはどうですか。いい、全然、うん、その方が多分、うん、全部フルで頑張って撮ろうとするから難しい、うん、まあね、画角っていうか、画面サイズって言っても違うんだよな。画角ってまたちょっと難しいんだよね、うん、そこの、あの焦点距離の話をしちゃってるじゃない。21mm の焦点距離っていうのは、例えばこう窓があったとして、うん、この窓と自分の距離が 21mm 言ってること分かる。ごめんなさい、分かんなかったです。要するにこの窓の大きさは変わらない、はいはい、窓の大きさが変わんなくって、うん、この窓にずっと自分が近づいていくと、この窓の外側に見える景色は広くなるでしょ、はい、
でこの窓の大きさは変わらなくって、こっからこうずっと離れていくと窓の外側に見える景色は狭くなる。なります、なります、なります。だからそれがこの窓から自分までのこの距離が焦点距離なんだよ。あー、なるほどなるほどまた分かんないかな。うん、あ、1年後には分かってると思いますが、うん、で今のお話の心は、うん、つまりやっぱり距離だよねってことですよね。そうそうそう、うん、まあでも、まあ、だから一緒なんで、別に21だろうが50だろうが、その発想の転換ですね。これもう一回話した。21と50で、うん、あのいやパースが違いますっていう人すごく多いんだけど、うん、一緒です。パースはもちろんね、外側が、ね、あるかないかだから、切っちゃえば、うん、切っちゃうと完全にねカチャっていう気持ちいいくらいに、いや一緒ですよ、一緒になるんですよ。そりゃそうでしょ。だってこの生ハゲ08さんにもっと深くお付き合いしたいんですけど、うんうん、つまり、うん、僕が50ミリを持ってようが28ミリを持ってようが21ミリを持ってようが、うん、今ここで立ってそれを取ろうとして位置は変わらないわけですね。変わんない変わんない、うん、でそこで映るものの情報量が違うだけであるっていうふうに思えばいいですね。そうです。まあ、そこは分かる、うん、だからその M 型教習所に、ね、いらっしゃる人たち、うん、何ミリのレンズがいいですかっていう質問が時々来るんだって、うん、あのでも何ミリでもいいですよっておっしゃってましたね。それはなんでかっていうと一緒だから、うん、距離も一緒でしたもんね。距離も一緒です、うんうん、一緒です。ただ映ってるそのパッと見の映ってる範囲が違うよと、うん、でもやってることは変わらないから一緒でしたね、うん。そう、僕も教習所で僕50ミリだけど28の人どうなのかなと思ったらもう即答でしたよね、うん、いや何ミリでもいいよって言ってましたもんね、うん、変わんないんだもんだって。うん、やっぱり発想の転換ですね。写真を撮るというのは対象との距離をまず作って撮ることだから、その時に映る範囲がレンズによって違うけれども、うんうん、で21とかと広そのね情報量を多く撮って広く映るから、うん、多分持て余すっていう感じがする。わかりましたね。でもそれは使いたいとこだけにすればいいわけ。うん、そうですね、さっきの話ですね、うん、あのレンズをいっぱい持ち歩きたくなければ、うん、エルマースーパーエルマー21個持ってきゃいいじゃんっていうあのちょっと乱暴な話になるけれどもまあそうですよね、うん、すっごいいい動く取れる美容後の35ミリあたりはバランスがいいんじゃないのって話ですね。Q2 とか頭のいい考え方かもしれないよね。 Q3 か高画素機にしといて。ただあれはねやっぱり見るとワイドで見れてるから、うん、ちょっとこの今見てるこの距離とはそれこそパースがかかった絵を見てるんで、ちょっと違う。それは EVF だからですね。 EVF だから。あ、じゃあ今度 Q3 にこれをつけて撮ってくる。あ、そうそうそう、ね、時々やってたそれは。そうですか、うん、もう開発した人からすれば何してくれてんねんって話だけど、うん、本質的ではありますよね。本質的ではある、うん、一瞬ですね、反応した時に、うん、その指定クロップになってほしいなと思った時期があったんですけど、うん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 、それってますます見えてる風景じゃないもの見ちゃってるじゃないですか、うんうんうん、だからダメですよね。ダメってことはないけど、うん、使いづらいかなとは思う。うん、そうか、急に光学ファインダーをつけるっていうのはあり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 、やってみたほうがいいですね。でもねそうするとねほぼノーファインダーで撮ってるのと一緒だから。そうですね、そうですね、カメラを、ね、なってるだろうっていう、あの顔の前にこうやって見て、ね、カメラの上から自分の目が見えててこうやって撮ってるのと変わんないから。あ、そうですね、うん、面白いですね。あとちょっと今思い出したんで忘れないように お話すると、萩野さんあの本当のノールックで撮ってるじゃないですか、うん、角度ってどうしてるんですか。僕なんかその歩いてくる人が綺麗なお姉さんが来て、うん、会ってやるともうなんか空しか映ってなかったりすることがあるんですけど、うん、この微妙な角度、それはね、うん、落ち着け。あ、落ち着けまあそれ、あ、そう、単純にそれはあの回数じゃないですか、うん、なんかあのアラン・シエラーというあの、うん、イギリスのカメラマンが、うんうん、ここでこのシルバーのここが見える見えないのところで覚えろって言ってました ね、すごいこと言うね。そう、あ、本当 だ、ね、これで覚えろって YouTube でおっしゃってましたね。へえ、それはありだなきっと。あ、それ面白い。あ、なるほどね、っておっしゃってました。これだ、どういうことかっていうと、ここですよね、はい、ここの部分がこう見える、そうです、見えない見える、うん、見えない見えるっていうので、うん、その自分の
思った時に角度決めるって、あ、面白いこれ。それはアラン・シアラの YouTube チャンネルで、それは最高ですね、ってました。すいません話がずれましたけど面白いですね。報道やってたんでこうやって撮ってたんで、それともうこうすると思う、床しか撮れなかったりするじゃないですか、これね、うん、この角度覚えちゃうんで、だんだんやっぱり分かるんだろう、やっぱりこうしないんだよね、実はこうなってなくてほんの微妙な角度で、本当こうですよね、ここで撮れちゃうっていうのがもう、俺はねこの、手のひらっていうか、うん、ここを正面にこうやってやるようにしてた、こうやって、ああここね、はいはいはい、あこうじゃないんだ、こうか、うん、それでこれでここを見て向こうに合ってるかどうか、うん、ここなのかここなのか、アラシラと同じですね、うん、レンズ位置というよりはやっぱり、これはもう楽しくてしょうがないですねありがとうございます。今こんなことして、でもあのブッチさんこれやってたね、やってた、やってますね、でここでこうモニターこう起こしてこう見て、うんうん、でまたパタンと閉めてこうやって撮ってたね、うん、やっぱり自分で見たかった、見たかったんだね、あれね、あれそういうことなんですね、あ、うん、僕聞きたかったのはそれなんです、あのこの後にこうしたじゃないですか、ね、あの差は何だったんですか、見たかったんだと思う、ちゃんと、なるほどね、やっぱ不安だった、いや多分ね失敗した経験があるんだと、うん、あこれだけで撮ってる、ね、そうそうそう、 あとは見えなかったのかもね、あその眩しかっててね、あ、いやあれはちょっとこうこの引き出して戻してっていうのが、うん、あのアクションが見えてて面白かったね、面白いですね、うん、